今回はそのネオポリティカルというテーマで、いわゆるそのポリティカルって政治的なっていう意味なんですけど、原発の問題だったりとかアメリカの基地問題とか、ここ数年特に震災以降、政治的な表現っていうのがアートの世界ではすごくいっぱい出てくるようになっていて、ファンの人たちにとってみると、それでアートに何ができるのかみたいなところもあるし、結局その作品のために政治的テーマを扱ってるに過ぎないんじゃないかっていうような見方もできるというか、なんかそれに対して本当にすごくこう近しい人との関係性の中で、そこからもう少し社会が今持っている問題とかにこう徐々につながっていくみたいなことが、まあ、できたらいいなっていうふうに思ってやってる感じですね。人と一緒に過ごすことをちょっと考えながら作った作品なんですけど、時間の流れを意識して、時間を平面として捉えた時に垂直に上昇して下降してくるようなイメージの中で作った作品です。で、足踏みとかしてます。普段自分たちが感じている自分たち自身の重さというものが誰しもあるわけですけれども、それをですね、他の誰かに預ける、あるいは他の誰かの重さを自分が受け取る、そういったことを目的としています。単におんぶに抱っこをするといったことではなく、完全に自分の足腰で他の人の重さを支える。一回自分の重さをゼロにして、ゼロにした上に全くの別人が乗ると、いや、下の体験者の足裏にかかる重さというのは、上に乗った人の重さになると。生まれも育ちも違う、考え方も違う他人の身になるというのは難しいことですが、重さに関してはひとまず他人の身になる、そこをきっかけに自分以外の人のことを考えるきっかけ、感じるきっかけになればいいかなと思ってやっております。和楽器に魅せられちゃったおじさん男野郎どもの集まりなので、僕らが演奏してるというよりは和楽器にやらされてる感じがするんですけど、
若い人からおじいちゃんおばあちゃんまでこう心の奥底にあるものが突き動かされる音だなと思ってまして、そこが和楽器のすごいところと人とのつながれるところだと思っています。ピカソの有名な壁画のあのゲルニカっていうものを目隠しをしたままこの黒板にチョークで描くというようなパフォーマンスをしてまして、この壁面の中心にですねピッチングマシンから放たれた軟球がバーンと音を立てて当たって、この絵の中心を把握する、お客さんとしては中心を把握させるためにボールを投げてもらうんですけども、こう目隠しをしたまま絵を描いているので、来ていただいた方にそのどういうふうに描くかとかどこの場所に描くかっていうのを指示を受けなくてはいけなくて、このゲルニカを完成させるために協力をしなくてはいけないという作品に参加するような形になってます。宿のディスク爪を外に出すようにして握り込んでください。していただきました。この作品自体が個人的な記憶、普通に自分の生活していく中で物忘れとかがひどくなっていくっていうすごい個人レベルの話と、戦争が終わったりしてから法律が変わっていくとかそういう社会的な流れの中で時代が持つ記憶自体もどんどんなくなっていくっていう感じがして、でその中でまた同じことを繰り返していったりもするんじゃないかっていう危機感もこの社会の中に多分あったりすると思うんですけど、そういう自分の個人的なその記憶のなくなっていく感じとその時代が持つ記憶が薄らいでいくっていう感じをこのインスタレーションを通して体感してほしいなっていうのがありますね。広告ってまあ電車とか乗ってると普通に目に入ってきちゃうもんじゃないですか。その時にこれ本読んでて自分で気が付いたんですけど、表紙が外向くじゃないですか。読んでるってこと自体がその本の広告効果になってるじゃないですか。個人的な体験のはずが知らず知らず広告になっていくっていうことは、個人的な振る舞いが社会と接続しちゃってるって状態にこうなってるわけですよね。ただちょっと違うのは本の中身とは無関係な店主の広告が出てるっていうところ、広告主がいて広告の受け手がいるんだけど間に本が入ってるっていうちょっと不思議な感じになってます。しかもこれが図書館で回っていけばこの状態の本が出回ってちょっと面白いことになるかなと思って実験的にやってみました。日本におけるその政治性っていうもののリアリティって、選挙があるときにマニフェスト等を丹念に読み込んで、そのたんびにそのじゃあ今回はこの人のこういう政策にを支持したいからここに入れましょうとかではなくて、基本的には普段日常生活や仕事やそういう局面でお世話になっている人とかから今回誰々さんにお願いしますとかって言われてで入れたりするわけじゃないですか。で圧倒的大多数はそれなんですよね。実際に会って話せる相手とか、そのいつ普段お世話になっているこの人が言ってるんだから入れようとか、日本における、まあ、その一番素朴な政治性ってこの体っていうか、手の届く範囲、実際に、自分の声を届けられる身体そのものにまつわる政治性みたいなものが前提に考えられるなってなった時に、結構手放しの信頼をもとに自分の体を明け渡してしまう瞬間って何かなって、そういうものをモデルに何か今回やっていきたいかなっていう考えました。それを意図的にこう作り出すことによって、その日常にこう帰ってみた時に実はっていうことが起きるんじゃないかと。
で感じてる政治性をですね、音だったら想像力を喚起することができるので、同じように私が感じてる感性をお客さんに共感できるような形で展示ができるんじゃないかと思ったんですよ。音を通して同じビジョンを想像するみたいな。パッと観客にカメラを向けて、今まで鑑賞者だった自分がまるで同じ部屋にいる住民のように映されていくっていう、沖縄戦のフィルム映像も使ったんですね。でもその後に今現在の沖縄で戦争とも何も関係ない廃屋に行って窓を取ったんですけど、それがこうまるで空爆を受けた後の廃屋の中に私たち全員がいるっていう風にちょっと疑似体験できるような、それしか映ってないのに音だけ聞くと戦闘機が飛び交ってる、銃撃戦が行われてるっていう、想像力をこうみんながかき立てて自分から能動的に関わって初めて成立する作品。今回そのネオポリティカルって別に広報なんか通るときになんかアーティストたちがアーティストは政治的であらねばならないみたいなことって、それこそ独裁みたいな感じがしちゃうというか、この選択、これ自体が僕ネオポリティカルだと思う。沖縄では呪縛的な感じで、世の中の流れ的には非常にもうどんどんこう政治的なものに時代が動いていっちゃうみたいな風なフェーズに入ってる気がして、でその時にアーティストとしてどういう表現ができるのかっていうのを、どうやって自分たちが子供っていうキーワードで社会を築いていくのか、自分の弱さみたいなことと重なった瞬間にようやくそれに対して意思を投げかけることができるし、自分の 手の届く範囲での政治性、それから身体性みたいなネオポリティカルに通ずるものがあるんじゃないかと。他人が発した言葉とかの悪いところが自分の置かれてる状況とかと結構重なって見えてくるようなところがあるなっていう。国っていうものと個人っていうものがなんか直接つながりすぎちゃってて、アーティストがこうなんていうか政治を扱ったりする時もすごいでかい話を しちゃうっていうか、個人の表現前にこの現状なんとかっていう、そういうアート作品っていうのがいっぱい生まれるんですよね。ホワイトキューブでやることっていうのはそれはそれで作品の見せ方としては非常にフォーカスを当てやすくて作品としては作りやすいんですけど、もっとこう生活の一部分、普段通ってる通勤とか通学の途中で通ってる場所とか、そういう場所に作品があることっていうことの方が自分の生活の中で表現に触れていくっていうことでしかこう気づかないこととか、なんか発見みたいなのがあるんじゃないのかなっていうのを思っていて、街中でやるって言った時にこんなとこでこんなことができるんだみたいな、こう新しい発見みたいなのが生まれればいいなって思って、そういう公共の場所でプライベートな作品が忍び込んでいって一人一人の一般の人たちの生活ともそこで結びついていくみたいなところで面白い化学反応みたいなのが起きるんじゃないのかなと思ってやってます。寺と寺に、その寺っ子に関わっている人たちがまずなんか私にとってすごく魅力的で、この人たちと一緒に過ごしたらなんかすごく楽しいことができそうだなと思って入れてもらいました。作品とかアートをやってます、作品ありますって声をかけると、あ、なんか絵が置いてあるんですかとか、物が置いてあるんですかっていうのを期待して来られる方が多いんですけど、お客さん参加型のパフォーマンスなので、やっぱりそういうものに慣れてない方とかは、え、じゃあいいですとかそういう方も多いですけど、その一方でじゃあちょっとやってみますとか、こんなのも今はあるんですねみたいに新しい体験をしてくださっている方もいます。